1>, 西部1から6日日本ハム、10日、ベルーナドーム。日本ハムが逆転勝ちで2連勝をマークした。1点を追う7回に、ダイソーの磯畑が盗塁、送りバントで3塁に進み、犠牲フライで生還し、同点に。1対1の8回にはマルティネスが強烈な勝ち越し弾を放った。1、1、2塁の後期。ここで4番が左翼席に9号スリーランを叩き込み、これが決勝点となった。 試合後、新庄監督は、磯畑くんに変えてなかったらヒヤッとした。今日はヒヤッと。よく走ってくれた。警戒された中での盗塁は、俺だったら嫌。サイン無視する。勝利を持ってきてくれる1億円の足と、前夜に続いて足で同点劇を演出したい打点を称賛。前夜の試合後、自身のインスタグラムで、僕が50畑くんの足を持ってたら1億円の保険かけるな。 と綴っていたまた前夜のセミアに続いてこの日は直近不審だったマルティネスの一発が決勝点に日替わりでヒーローが出ればいい流れが来てる昨日の試合で流れが出てきたとうなずいた